北ゲルマン語群とは、インドヨーロッパ語族ゲルマン語派の一分派。この中でも東西に分かれて発達してきた。北欧語、オノルド語と呼ばれることもある。現代ヨーロッパのゲルマン語派、北と西を分ける、境界線北ゲルマン語群アイスランド語フェロー語、ノルウェー語、デンマーク語スウェーデン語西ゲルマン語群スコットランド語、英語フリジア語オランダ語定地ドイツ語中部ドイツ語上部。 ドイツ語この中でアイスランド語は他の諸語と異なり10世紀にノルウェーからアイスランドに人類が移住した時とほとんど変わらない姿を保っておりノルドソ語と大部分の単語を共有しているそのため言語学的にも非常に重要な存在であるノルウェー語にはスウェーデン語やデンマーク語に近いブークモールとノルウェーに土着の本来の言葉に反を置くとされる任意の宿の二つが あるが、実際には、ブークモールの方が幅広く使われている。また、デンマーク語、ノルウェー語のうちのブークモールスウェーデン語は、言語学的には、同一言語の方言とみなされることがあり、この三言語間であれば、通訳なしでも、一疎通にことかかないことも、少なくない。ただ、デンマーク語に関しては独特の正門閉鎖音がある、こともあり、他言語の標準語話者には聞き取りにくい。 なお、参加国の政府によって、聖書法を共通化させる努力が常に行われている。フィンランドは、地理的に、スカンジナビアの一部だが、フィンランド語は、ウラル語族に属しているため、この言語グループの一部ではない。アイスランド語やフェロー語は、ドイツ語同様に名詞も、核変化を行ったり、男性名詞、中性名詞、女性名詞の3つの性を持つなど、非常に複雑だが、 それ以外の言語では、男性名詞と女性名詞が融合しとも性名詞という扱いになっており、名詞の核変化も消滅している。この点はオランダ語と共通している。また、大陸の御言語では、軽承に認証がほとんどなくなり、本来は新章であった樹が幅広く使われる傾向にある。ありがとうございます。